名前の通りキッズナウですから、子どもたちの将来のために安心安全な夢のある街づくりをしたい、それが一番の目標ですよね。でもその街づくりとも広いとあって、教育というものもありますし、それから環境というものもありますし、防災ということもあって、やっぱりまあ環境、防災、そして教育ですね。そしてあと、まあ、海の汚染も流出物が150万トン流れていますので、太平洋の環境の問題もやっています。まず基本的には深沼海岸、若林区から始まって、今若林区からだんだん広がってアメリカにも今活動を展開しているというところですね、はい。この震災の前から宮城先生の植樹に関しては非常に活動参加してましたので、やはり素晴らしいものなので、しかしここに来てさらにこの瓦礫を山にしてという一番理想的な形になったものですから、積極的に参加しようということで、隙間が大事なんです。で、斜面をこう楽なのはこう掘ればいいんで楽ですから、上に土は下に下ろさないように。もうここはここまでですよ。ここから始めていいですよ。やはり今後もですね、アメリカの先生方に防災の教育をですね伝えていきたいので、これ積極的にかかってます。まあ、要するに震災流出物150万トンのことで、2月の中旬にオレゴン州ポートランドに行って日米の対応会議に出ましたけれども、その際でも現地の先生方は防災すごく興味があるんですよ。だから積極的にアメリカの先生を呼んで、このような防災に関して分かっていたこと。